さてさて、今私ちょっとずつ話をしていたんですけども、実はかねてからこの D ステージをもっともっと良くしたいということはずっと考えておりまして、今年は地元のアイドルに来ていただいたり、ご当地キャラとか、それからいろいろなゲストを呼ぶということを今企画しております。はい、そしてコンテストなんかもやってしまいます。これクイズはやったんですけども、ファッションコンテストとか、はい、やっちゃいます。はい、というようなことをやったり、それから私の好きなライブをやったりと、まあ、いろいろ考えているんですけれども、あとどうしても一つ変えなければいけないなというところが実はありまして、はい、はい、実はこのゆるい DD 知っておく情報のコーナーリニューアルしちゃいます。わお、はい、ということでございます。おーって言って笑顔が漏れるとちょっと悲しいんですけれども、ということなんですけれども、まあ、このコーナーゆるくてもいろいろ自由にできるんですが、いずれですね、協賛スポンサーさんなどのね、紹介をしたり、それから緩いコーナーでなくしたいわけなんですけども、しっかりとしたコーナー、ゲストを呼んでちゃんとこう会話ができる、私ではちょっと不安ですので、はい、ふんふんって今失笑しましたけどね、なんと失礼ということで、まあ、アシスタントは今後もチアドラゴンズにこう交代でやってもらうとしまして、でメインの方にちょっと、交代をしたいというふうに思っております。ということで私今日が最後になります。私は最後になります、はい、そして、来週からですね、Dステージ土日とありますけれども、この方に MC をしていただくことになりました。はい、開幕戦の Dステージにもご登場いただきました2015ドラゴンズナビゲーター長谷川拓実さんです。はい、どうぞ。ステージの前へどうぞお越しください。はい、真ん中の方へどうぞ。これ雨降ってなかったらこの倍以上、はい、でしょうね、はい、いらっしゃると思うんですけども、はい、ここにいらっしゃる方は本当にドラゴンズ大好き、はい、そして D ステージが大好きというお客さんです、はい、ということで、今紹介させていただきましたけれども、勝利の女神ならぬ勝利の神、開幕戦にいらっしゃる方に向けてちょっと紹介の方をしてください。はい、2代目ドラゴンズナビゲーターを務めさせていただいています長谷川拓実と申します。ですね、スタメンの発表であったり、守備位置の、紹介であったり、イニング間の盛り上げであったりと、全力で行動させていただいております。2007年から2010年の頃に応援ボードデーというのがありまして、その頃僕が担当していたんですけども、中日スポーツさんの記事とかでね、ご覧になった方いらっしゃるかもしれませんが、当時勝率8割とかあったんですね。確かにね、8割超えだった。8割ですね、はい、確かそれぐらいあったということをついつい口を滑らせて言ってしまったところ、出たてかと出てしまって、この名古屋ドームにね、開幕3連敗したと来たじゃないですか。もうめちゃめちゃね、なんか勝手に責任感感じまして、ところが5連勝でしょ、はい、本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。今日も張り切っていきましょう。はい、ということで勝利の神というふうに言わせていただきましたけれども、いや恐縮です。誠に重ねて恐縮です。言いましたよ、恐縮ですって言いましたよ。言いましたからね、はい、でも橋田さん、今日ピッチャー、先発ピッチャー福井投手、伊藤純喜投手、はい、勝ってますよね。そうですね、実はですね、はい、インタビュールームじゃなくてアナウンスルームでは、はい、いつも願掛けをやってるんですよ、はい、昨日黒田投手に勝ったのはなぜか知ってますか。僕がずっと黒飴を食べてたからです。そしてその合間に全く合わないブラックチョコレートもずっと食ってました。こういう願掛け結構やってて、で今日福井投手ですね。はい、そうです。何で願掛けしようかなと思ったんですけども、ちょっといい、なんか浮かびます。浮かばないですね。浮かばないでしょ。だからコンビニでサバ缶買ってきました。サバ缶、こういうことをね、細かくネチネチやっていきますんで、はい、ということで、まあ、長谷川さん、軽快に喋られていますけれども、はい、DD 知っておく情報、ゆるいコーナーだったのをリニューアルしますので、いや、でも僕やったらもっとゆるくなりますよ。いや、ゆるさが違いますので、そうなんですか。はい、ぜひ皆様と掛け合いをしながらね、はいはい、やっていっていただきたいと思います。はい、来週登場した頃にはずっと負け続けたらどうしようかなと思いますけどね、まあ、そういう時もフォローは大事ですので、ぜひお願いしたいというふうに思っております。はい、ということで、まあ、今日はね、この辺りで、長谷川さんにまた準備がありますので戻っていただきますけれども、はい、来週からはぜひ長谷川さんの方 で私はですね、たまにもうこういう立場では出ませんけれども、何かどうしても PR をしなきゃいけないという時はリストで出るかもしれませんので、はいはい、出たがり魂がどうしてもありますので、はい、その時は皆さん失笑していただけるかなというふうに思っております。はい、ということで
じゃあ来週から皆さんに、一言意気込みというか、そういったものを、はい、そうですね、来週のステージもぜひ楽しんでいただきたいのと同時にですね、まずは今日勝って6連勝といきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ということで、新ドラゴンズナビゲーターの長谷川匠さんでした。来週もよろしくお願いします。私はですね、たくさんいろいろ仕事がありまして、で皆さんのちょっと見えないところでかなりいろいろ抱え込んでおりまして、はい、この間もステージでいなきゃいけないはずが、始球式の、米倉涼子さんにずっとついてなきゃいけなかったですし、まあ、始球式だけではないんですけども、いろんなイベント、この間もドームの中でやっております、そちらに責任者がいないとちょっとまずいという、はい、そういったこともありますので、そしてチアドラの皆さんも踊りますよね、はい、その時に私がいないと絶対まずいということですので、はい、ちょっと管理をする立場の方に行くことに、別に移動ではないんですけど、はい、いろいろ私も考えまして、そして皆様のためを思って、だんだんずっと長年やってきまして、顔色がだんだん変わっていくのがもう毎年毎年分かりますので、面白くないんだなということで、まあ、それもありまして、変わらせていただくことになりました。まあ、先ほども言いましたけれども、ちょっとずつ PR、 どうしてもここは PR したいなというところは、ちょっとだけ顔を出すかもしれません、はい、その時はお手柔らかにお願いしたいと思います。はい、